歯ブラシは10センチ以上離して。同じ歯磨き粉は絶対使わんといて。お風呂はうちが先に入る。覗いたら殺す。洗濯はコインランドリー使って。うちの下着に触っても殺す。わかった？あと、レイプしようとしても殺す。ごめんなさい。お金なくしちゃいました。は？ 300 万円もの大金なくなるわけないやろ。実は妊娠して。え、妊娠？共同生活？よう、おるフリーターの暇男が。できちゃったこんて。ここは無料案内所。確かに夜の世界ではあるけど、キャバとか飲み屋とかを紹介するのがうちらの仕事や。テンションが上がるよな。この街は複雑や。いた上。おい、ホームレス。ちょっと待って、何この金額。教育費から生活費までだいたい2000万近くもするらしいって。かわいい。店に顔出すのも案内の仕事やで。キャバクラ最高。今更不良デビューってお前。勝負に負けた男の顔はアートやな思って。あんただけでお金払われへんやん。出てってよ。みなみに絵はなんかいらんねん。お客さんが安心して楽しめる場所にすんねん。待ってください。あの人ら巻き込まれてください。嬉しいわ。みなみってクズはクズの生き方やってくれ。クズの何が悪いの。何かを手に入れるには何かを失うしかない。ほんまにそうなのか。